皆さんどうディジタイムズです。今日もこれで頑張っていきたいと思います。どうですか？え、ディジタイムズです。そんな知ってるやん。じゃあお前やめて一回。いやいや、ダメダメ、お前もダメ、見えたダメ。お前どうも、どうもかな。どうも皆さん、皆さんどうも。あ、オッケー。DT タイムズへようこそ。皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。あっ、はい、皆さんどうも DT タイムズへようこそ。今日も低い声で頑張っていきたいと思います。今日はですね、久々の DT のぶらり飯でございます。はい、今日食べるのはですね、M スポのですね、ブルーブルーというあのお店に来ております。まあ、あの今日午前中にイベントがあったので、そのままですね、ご飯をみんなで食べようということでですね、急遽撮影しております。中に入るとバーベキューの、はい、うちの名物トレーナー大塚です。大塚です。そしてそれは言っていいの？帯状疱疹です。帯状疱疹です。はい、果たしてどんな料理が出てくるのか、楽しみですね。こうやって室外でもバーベキューができますし、こちら室内もあるので大塚です。そして帯状疱疹室内ではこのようにですね、あのご飯を食事をいただけるので、今日は皆さんで食事を食べているところをちょっとお届けできたらなと思います。それではご飯の行ってみましょう。セットメニューのサラダとジャガイモのポタージュだそうです。いいですね、この画角の後ろで講師たちがめちゃめちゃミーティングしてるちょっとあの取りづらい雰囲気ですけど、美味しくいただきましょう。納得じゃない。え、食レポ得意じゃない？じゃあちょっとバトンタッチ。美味しい。ちょっとやばいな。慣れてないから。ちょっとみんな慣れてってよ。頼むよ。これぐらいの距離感だったり。これぐらいでいける。ちょっとアップにしすぎた。ごめんごめん。なんだっけ、アマトリーチャーなんだっけ、オルトラン、オルトラン、ピザ、ピザの上にサラダ、21万回再生21万人もいる。はい、僕はですね、前回に引き続き、牛すじのねカレーを頼みました。早速食べてみたいと思います。牛すじがね、プリプリなんですよ。なんでめちゃめちゃ美味しいです。恥ずかしいな。僕はそんなに上司してない。恥ずかしいな。ちょっと気楽に行こう、気楽に。はい。これあれっすね。あの白ナスのアランビラーって。アランビラーって。白ナスのアラビアータ。白ナスのア
アラビだってめっちゃ弱い。ちょっとカタカナに弱いつるまき。勉強します。勉強します。はい。もう一個頼んだよな。はい。もう一個もじゃあまたしてください。了解です。いきます。下に飛ばして。うまい。うまい。うまい。今いや、まだ。おい。どう。美味しいっす。美味しい。でも慣れんな。カメラ。三回ぐらい。違います。もう鶴からこっちに来てたと思う。美味しいっす。美味しい。これはイカと大葉のオイルパスです。美味しい。うまそうやね。どうぞ。いただきます。はい。緊張するね。緊張してる。もうすでに緊張してる。いただきます。いや。うまい。イカとオイルがもうめちゃめちゃマッチしてます。ああ、イカとオイルがマッチしてる。そう。大葉が。大葉が。大葉が効いてます、ね。わあ、いいっすね。いいコメント。めちゃめちゃ美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらはユージが頼んだものです。これ何頼んだの？これはトマトモッツァレラバーグです。はい、棒読み。それでは、それでは入れ込みます。フォーク待ちのユージでした。いや、ないです。あ、ないです。わかりました。すごいね。チーズが。そう。はい、どうぞ。おいしい。イチゴがね、冷凍イチゴが多分スライスされてて美味しそうですね。かけれる限りの練乳をかけたいと思います。でこれをですね、美味しくいただいていきましょう。いただきます。柔らかいですね。すごい柔らかいです。下の層はすごい柔らかくなってるんですけど、上はいちごが刻まれててシャリシャリしてて、ふわふわですよ。おすすめですので、ぜひ食べに行ってください。おいしくいただきました。それでは、See you next time! バイバイ!